トゥデイズアイです。今日は健康コーナーのアイオンヘルスです。3週にわたってお送りしてきた基礎ヨガ編、最終回の今日は普段あまり使わない体の部分を効果的に伸ばして肩こりを解消するポーズを教えてもらいます。おはようございます。今日は肩こり解消ヨガです。肩こりは首や腰痛、頭痛など様々なところに影響が出てきます。肩こりを退治してすっきり元気な体を手に入れましょう。今日もゆっくりした鼻呼吸を心がけ、使う筋肉を意識しながらヨガを行いましょう。教えてもらうのはこの2つ。まずは体の側面を伸ばしてお腹周りをすっきりさせる効果もある貫抜きのポーズ。膝立ちになってください。痛い人は膝にタオルを敷きます。右の足を外側に出しましょう、はい、手を腰に置きます。で、この時に骨盤が左右同じ高さになるように、前後ずれないようにまっすぐにして、伸ばした足を真横ではなく斜め前に出すと骨盤が安定しやすいそうです。吸いながら両手を持ち上げて肩の高さ、手のひらを上向きにしていきましょう。吐き出しながらゆっくり右側に傾いて、右手を右の足につけて、左手ぐーっと伸びていきます。この時首が辛いと感じたら無理せず顔を下に向けてください。腕を上げた方の肩が前に傾かないよう意識して胸を広げます。吸って背中を伸ばして、吐き出しながらさらにゆっくり体を回転させていきます。脇気持ちよく伸びています。吸いながらゆっくり起きていきましょう。手を肩の高さ、吐いて手を解放、足も戻していきましょう。正座になります。背中を一度丸めてリラックスしていきます。次はお尻と二の腕の引き締め効果もある牛の顔のポーズ。正座してお尻を左側にずらします。右の膝を立てて右の足の裏を左の足の外側についていきましょう。足をかけるのが難しかったら足は前に置いておくだけでも構いません。逆に余裕がある人は膝と膝を重ね足の甲を床につけてください。吸いながら左手を大きく持ち上げて肘を曲げます。その肘を右手を使って少し内側に入れていきましょう。あまり強く押さず気持ちいいと感じる程度にとどめてください。それでは吸い気で今度右手を外側から開いて背中まで回していって、背中で手と手をつなげる方つないでいきます。後ろで手をつなぐのが難しい人はタオルを両手に持ってしっかりと上下に引っ張ってください。吸って背中を伸ばして、吐き出しながらゆっくり前に倒れます。呼吸を繰り返していきましょう。お尻周りが伸びています。吸って起きてきます。吐いて手を解放です。足も解放、正座に戻っていきましょう。リラックスしていきます。では最後に先生のお手本を見ながら今日のポーズのおさらいです。貫抜きのポーズは骨盤がぶれないようにするため、伸ばした足を真横ではなく少し前に出してください。腕を横に伸ばして手のひらを上に向け、普段動かすことの少ない体側、体の側面がよく伸びていることを意識します。首が辛かったら顔を下に向けても OK です。続いて牛の顔のポーズ。最初に上げた肘を反対の手で内側に押すのは段階的にポーズを深めていくための準備運動だそうです。肩周りが伸びていることを特に意識してください。後ろに回した両手が届かない人はタオルを使って上下に引っ張り、膝を重ねるのが難しい人は膝を立てた状態で行ってください。皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回は基礎中の基礎のポーズをいくつか紹介していきましたが、お気に入りのポーズが見つかったらぜひ皆さんの生活にヨガを取り入れてみてください。またいつか
少し難易度の高いヨガでお会いできることを楽しみにしています。基礎とは言ってもちょっと難しいポーズもあったような気がするんですが、先生によりますとヨガは無理だと思ってしまいがちな体の硬い人ほど実際にやってみると体が伸びていく感覚や効果が分かりやすくて自分の変化を楽しむことができるんだそうですよ。これまでご紹介したヨガのポーズすべて FCI モーニングアイのホームページでご覧いただけます。